コンスタンティン・バレンティン・ブデスクは、ルーマニアのウルジチェに出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード、攻撃的ミッドフィールダー。2007年、リーガ2に所属するペトロルル・プロイエシュティの、ファーストチームに昇格すると、チームの中心選手としての地位を確立し、リーガ1のクラブから注目された。2011年1月、リーガ1のアストラ・プロイエシュティへ移籍した。 2011年2月28日のグロリア・ビストリツァ1000でリーガ12発出場したが2011から12年シーズンまではファーストチームであまり出場機会を得られずリーガに所属のセカンドチームでもプレーした2012から13年シーズンも序盤は出場機会が少なかったが途中出場した第8節のユークルジュ戦でリーガ1発得点を含むにゴールを記録した その後は主力に定着し、最終的に、下品でファタイに次ぐ、チーム2位の12得点を決め、クラブ初の UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2013から14年シーズン開幕戦のビトルル、コンスタンツァ戦で、ハットトリックを達成した。2013年7月4日、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選1回戦のドムジャレ戦で、 UEFA 主催クラブ大会に初出場し、初得点を記録した。2015年8月6日、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、予選3回戦のウエストハムユナイテッド戦で2得点を決め、アストラを逆転勝利かつプレーオフ進出に導く活躍を見せた。2016年2月、中国の大連一方足玉クラブへ3年契約で移籍。 2017年1月26日、アストラジュルジュへ1年半の契約で復帰した。2017年6月10日、FC ステアウアブカレストへ4年契約で移籍した。2018年6月20日、マリウス・シムディカが監督を務めているサウジアラビアのある、シャバブ・リアドへ3年契約で移籍した。2015年9月4日、 UEFA ユーロ2016予選のハンガリー戦の後半78分にルチアンス・スンマルテアンと交代でルーマニア代表デビューを果たした。同年10月11日のフェロー初当選で代表初ゴールを含む2得点を挙げた。その他の公式試合。ありがとうございます。